健康プロデュース学部子ども健康学科4年石川彩奈です。私は大学に入る前からパンフレットやオープンキャンパスで子ども村というイベントがあることを知って、この大学を選んだ理由の一つなんですが、今では貴重な体験の場となるので他の学生も多く参加してくれています。子ども村は大学構内の自然や施設を利用していろいろな遊びを提供しています。2年生の時に初めて副村長という役職に就かせていただいたんですが、秋に行われる学園祭の時の子ども村で初めて企画や運営を行って、その時の子どもたちの配慮点やさまざまなブースの企画がとても苦労しました。子ども村の終わる時に子どもたちにまた来てねっていうふうに声をかけると、楽しかったからまた来るねっていう答えてくれた子どもがいて、それは今でも一番心に残っています。子ども村に参加することで以前より子どもたちと積極的に関わることができたり、今では後輩もできたので、その後輩のお手本となるよう行動できるよう意識が強くなりました。